龍角、母は約束を果たしに行くのです。約束？文化城を守る約束をね。天様、そろそろ神竜儀式のお時間です。大事な客人がまだだ。いや、来たか。幻覚、また君か。姉様、お久しぶりね。妹にはもっと優しくするものでしょ。この裏切り者。あ、お前は本当に母親によく似ている。お前も彼女も一足遅かった。私の勝利を見届けよ。剣を抜いたからには必ず仕留めなさいってあなたの教えですよ。長年にわたる私腹も全てはこの日のため。母上の玉刀領の敵を討つ。玉刀領よ、できた娘を二人も持っているな。だが、身の程を知らぬ小娘に育ったようだ。この儀式を止められる者はいない。お前たちの母親は私を裏切ったんだ。この陳流儀式を雲華城への報いにしよう。聞こえるか、なんと心地よい鳴き声よ。すでに命を捨てる覚悟だったというのですか。私と妹は彼女止められなかった。でも勇気を出して立ち向かったのでしょう。強靭な心を持っている。どれだけ遠い道のりでも一度たどり。もう十分に頑張りましたよ。ですから答えてもらいましょう。これが竜の力。姉様、
私たち大きくなったらどんな大人になるのかな。幻覚、自由に生きて。これからは私が母上の意志を引き継ぐ。母上が果たせなかった約束を果たすから。文化城を守る約束をね。